プロ雀士が集う隠れ家麻雀遊戯バーへようこそ。はい、じゃあ3人はハイボールで、で、6杯でね、やりましょうか。家で飲むときは、ね、すげえ強炭酸なんだけど家にもあるんですかこれ。これ家の持ってきました。あ、家の持ってきたんですね。そうそう、いつも家の持ってきてるんですよ。で、家のやつにこの書いてもらったんだ。そう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 、家宝ですよ、家宝。森川先生に書いてもらったサイン部屋で飾ってますね。最初の MD のイラストのメールで買ったんですけど、うん、それにサインしてもらって、それを額で飾ってます。もうもらえばよかったな、この間。僕はね、書き回さないです。僕も次に書き回さないです。あ、わかりました。そう、書き回さなくても大丈夫。じゃあ乾杯しましょうかね。はい。はい。どうも、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで始まりました、プロ雀士が集まるお店麻雀遊戯バー。本日のお客様は大和陸上、そして大和チャレンジでおなじみの日吉達也プロ、そして大和プロです。よろしくお願いします。はい、お願いします。あんま炭酸強くねえな十分ですけどね。本当ですか。はい、十分。僕ちょっと分かったんですけど、はい、ここ地上2階じゃないですか。でうち地上13階なんですよ。あ、気圧、ひょっとしたら、はい、気圧のせいじゃないですか。そんな明らかに明らかに家の方がそんなに冷たくなくても、うん、すっごい強炭酸なんですよ。もちろん嫁さんとかもう飲めないみたいな。あ、そうなんですね。口に、はい、もういらんないみたいなぐらい強くなるのに。でなんか僕思ったんですけど逆に、うんうん、あの僕今めちゃちょうどいいんですよ、うん、炭酸が。単純に星野さん強いの飲みすぎてて炭酸にちょっとバカになっちゃうんで。確かにこれの2倍ぐらいの辛さ。僕もね、別にちょうどいい、うん、あのか弱いとは思わない。あの頭に来ない、うん、あの頭に来る時あるじゃないですか。あります、ね、居酒屋行って、ね、はい、なんだこの弱いやつみたいな。そうそう、それが嫌で買ったから。全然大丈夫ですか。僕全然、あ、じゃあ、全然美味しいですよね。うん、全然美味しい、全然美味しい。いや、言えてねえから何飲んでんの。これ 緑茶、はい、緑茶です。緑茶白状したんで、お金で行きましょうって書いて行けばよかったのに。大和プロやっぱね、正直嘘がつけないっていうのがやっぱ魅力ではございますから、はい、今日はこのお二人からいろんな話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まあ、お品書きに入る前にお二人は同じ団体日本プロ麻雀連盟の先輩と後輩になるんですよね。はいはいはい、お二人はお知り合いになってからどれぐらいになるんですか。初めて会ってからはもう10年以上だよね。10年ぐらいですね。10年ぐらい。僕があのもともと1年目ぐらいにあのまだ日吉さんが静岡にいらっしゃった時ですね、はい、そこに僕があの勉強しに静岡の浜松の方に行った時に、うわ、なんかこの人怒りながら打ってると思って麻雀を、はい、めっちゃ怖ってんじゃん。めっちゃ怖かったんですよ。頼むよ。で結構暑い日だったんですけど、はい、白のワイシャツにグレーのカーディガンを着てて、髪も茶髪でちょっとチャラい感じの人が、なんかちょっとカリカリしながら打ってる人がいて、カーディガンで茶髪で、そう、本当にチャラいんですよ。あ、チャラいんだ。感じが静岡のヤンキーみたいな。そう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 、田舎のヤンキーですね。ちょっとダサい感じの。10年前山本さんも結構派手だったんじゃないですか。いやいや、僕はでも全然昔からこのまんまですよ。あ、そうなんですか。うん、まあでもおしゃれよね、昔は、うん、モデルだっけ。そうです、もともとまあ麻雀やる前はやってたんですけど、ね、はい、そこでかっこいいなこの先輩はと思って、うん、カリカリしててね。カリカリしててね。それでそこからですかね、知り合ったのは、うんうん、ご挨拶させてもらって。いやいや、面白い。そうで、日吉さんはどう思ったんですか。僕ね、結構、うん、変な意味じゃなくてかっこいい男好きなんですよ。あの顔がいい男とかそういう人いるじゃないですか、うんうんうん、僕そうなんですよね。かっこいい男が好きで、滝沢とか。あ、そうそうそう、あの綺麗な女性も好きなんですけど、うん、かっこいい男も僕は目の保養になるんですよね、うん、なんであかっこいいなと思いましたね、うん、まだね、痩せてました、やっぱり今より、うんうん、もっとシュッとしてて、うん、今は今なりのかっこよさはあるけど、うん、当時はもっとなんかこう可愛いかっこよさがあったっていうか、うん、そんな印象ですね。声かけづらかったでしょ。だって、いや、最初だから麻雀中は声かけれなかったんで、うん、終わってから打ち上げの時に、うん、そのお酒の場とかですっごいもうほぐれてて、うん、あ、この人は実は優しい人なんだと思って、
親密になっていたというか仲良くなってたのはやっぱ上京してきてからですね、うん、そうね、それから 3,4 年ぐらいですかね、うん、こっち来てから、まあ、麻雀教室の仕事を今もやってるんですけど、それをこうきっかけを作ってくれたのがこのヤマトと、あともう一人今野さんっていう連盟の先輩がいるんですけど、その二人がこうその麻雀教室の、まあ、道を作ってくれたというか、お前多分向いてるから、そのプロ連盟では講師養成講座ってあるんですね、麻雀の講師を養成する機関があるんですけど、それに通いなさいって言われて、僕別に最初興味ないって言ったら言い過ぎなんですけど、やりたいとこも思ってなかったですよね。元々ジャンソーの店員でしたもんね。静岡支部ってことね。あ、そうです、そうです。支部でジャンソーの店員ね。ジャンソーの店員でした、当時は。で、上京してもジャンソーの店員やってたんですけど、その今野さんと大和がこういう仕事もあるからやって、興味あったらやってみないって言われて、あ、じゃあちょっと講師養成講座っていうのに通って講師の免許を取って、すぐに教室1個渡してくれたんですね。あ、で人が増えていくのも楽しかったし、生徒さんシニアの方が多いんですけど、教室運営するのは面白いなと思ったんですよね、楽しくて。でそれからはもう1年ぐらいで毎日競争なしましたね、仕事が。はい、でもその実況の前はもう本当に講師、あ、じゃあ俺の道ここだなみたいな。いやいや、それぐらい面白かった。やりがいもあったし楽しかったし、まあ向き不向きあるにしても人に おすすめしたい一つの仕事かなと思います。でもやっぱ麻雀プロたるもの麻雀打ちとしてっていう人もたくさんいるんで、別に無理やりこっちおいでよっていうわけじゃないですけど、そういう仕事もありますよというふうには発信したいなと思います。いや、若干恩人的、恩人っていうか、まあ、まあでもそういう側面はありますね。だから感謝の気持ちはすごくあります。まああんだけね、映像では山本君ね、見るけど、多分それ本人も分かってると思う。あの、僕はね、仕事の話をするときは、まあ、後輩でも、ヤマトが最初の頃こうやって仕事振ってくれた、ヒヨさん、こういう教室あるけどやってみないと、その時はもう年とか関係なく、仕事のオファーがされた時は僕絶対敬語で返すんです。ありがとうございます、すぐやらせていただきますとか。で、多分そういうところでそれは感じてくれてるとは思うんで、あの、普段話してる時は大山とっていう感じだけど、仕事の時はこうやって切り替えれば、あ、日吉さんはやる気あるなとかっていうふうに多分分かるから、それは絶対、それ分かってるよね。分かってます、分かってます。なのに山本チャレンジですげえ怒るの。なんか分かんない。それもう一回ちょっとその遊戯バーしか見てない人は分からないので、ちょっと説明してもらうと、山本チャレンジの実況やってもらって、まあすごい面白かったじゃないですか。さんざん、まあもちろん大和をいじったんだけど、それに対してマジギレしたの。マジギレ。日吉さんあれ見たけど、あれないよ、日吉さんも失敗してたのに。これはすげえ。日吉さん自分失敗しといて僕の失敗がないでしょとか言って、こんな鼻穴広げてもうめちゃくちゃ怒ってたからさ、参ったなこいつは。冗談じゃないでしょ、その怒り方が。もうね、冗談じゃなかったもんね、まあ最初はね。そう、ほんと嘘だろ大和と思って、俺お意識してやったじゃん。いや、日吉さんも失敗してたし。本当に日吉さん普段本当はこういうことを思ってんだって思っちゃったでしょ。そうそう、なんかちょっとなんか寂しくなっちゃった。まさにね、あのね、キャッチフレーズの不器用なイケメンっていうのは結構合ってるの、本当に不器用なのね、よかれと思ってね、こっちも冗談っていうか、まあね、そう、もうこれ絶対こうしたらヤマトも喜ぶし、見てる人も楽しいだろうなと思って、僕はあんまり自分の仕事をいい評価しないですけど、これは久しぶりに、あの、なんかよくできたなと思って、ヤマトも喜んでくれるし、視聴者も喜んでくれるだろうなと思って、もうアップされた翌日ぐらいになってすげえ怒ってたから、どうしよう、あと5本あるなと思って。しかも先ほど言ってた、付き合いがもう10年ぐらいあるのに、もうそっか。そう、そうですよね。うん、でもね、ヤマトもね、あのヤマトチャレンジという仕事に多分ね、相当入れ込んでたの。一人を題材にしてメディアに取り上げてくれてるわけだから、相当気合い入れて臨んでて、いいきっかけに多分なるはずじゃないですか。だから本人も気合い入れて臨んで、あの、楽しみにしてたらすげえバカにされてるから、めっちゃ怒るっていう。違うんだよなみたいな。俺の描いてたものはこうじゃないんだと。吉さんのいつも素晴らしいってやってくれると思ってたんだよ。いつものなんかそのね、いつものっていうか、いつも通りなんだけど、でもほらバラエティングにしてるから。そうですね。だってあんなくるくる回されてさ、いや、ヤマト素晴らしいとかじゃないじゃん。うん、いや、でも俺は一生懸命。どうやって欲しかったの、ちょっとやってみて。どうやってって言われるとちょっと分かんないですけど、なんかもうちょっとその優しく言ってほしかった。いや、優しくっていうかあれでしょ。だからなんかそのなんつうの、その一生懸命やってる様をただ端的に伝えてほしかったってことだよね。そしたらこんな跳ねないよ。大和陸上なかったよ、そしたら。
何やってんだヤマトみたいのはいらなかったでも、ね、意図が分かったのは、うん、だいたい第3戦ぐらいから遅っ遅いでしょちょっとしたらそういうことなんじゃないか1回目も見た後にちょっとムスッとなったムスッとなったというかなんか日吉さんが2回目もまたブルマチャレンジで失敗してた、はい、そればっかりよで、ああそっかそういう視点で見ればいいんだってやっと分かったそうだよ俺的にはバラエティやってるつもりはなくて何やってるつもりだよ一生懸命その何ノルマをクリアするっていうかそういう気持ちでやってたんでもう不器用でしょだからあれをバラエティじゃないと思ってんだよ星野さんに椅子ぐるぐる回ってさあのさビリビリやりながらさこんな風にやっといてあれがバラエティじゃないって言うんだからさもうほんま行っちゃうよこの子は本当にそれでもね、でもやっぱ全力でやってくれるからね、いいですよね。やってみたら分かりますけど、そうじゃないと面白くならないんですよね。違うケースで撮影してみたこともあるんですけど、面白くならないやつもあるんですよね。そうですね。やっぱりだからヤマトプロの一生懸命さっていうのがどれだけ人を引きつけるのかっていうことだと思うんですよね。逆に言えば、それぐらい思ってたからあれ面白かったんだと思う。あそういう気持ちでやってて、ね、怒るぐらいだから面白かったんじゃないですかね。そうだね。今思えばですよ。そうかもしれない、うん、だいい化学反応にはなったんでしょうね、うん、だってそれを例えば日吉さんだったらこういう風にいじってくれなと思ってやってたらつまんなかったかもしれない、うん、そう確かにそれはそう思います、うん、だから大和陸上もオファーが来た時に星野さんがこれ大和陸上がこければもう最後になるかもしれないからって言われててもうめっちゃ一生懸命やりますヒロシさんのことなんか一切考えないでもそれぐらいじゃなきゃダメなんだろうねちなみにそんなにプレッシャーかけてオーバーしてたっていうのは今初めてしました星野さんは星野さんって知らないところで圧をかけてたんだよそうだよねでもそう実際本当に俺だからいやネタじゃなくて本当になくなるんですかとかって聞き返しましたからね、うん、LINE で、うん、それぐらいだからもう一生懸命やりましたいやありがたいですよね本当にあの全力さもうこれの動画に前後して上がってるとは思うので、うんまあ、大和チャレンジと含めてですねぜひちょっと見ていただきたいと思います、はい、そんな、お二人にですねちょっとお品書きをご用意させていただきまして、まあ、お酒を飲みながらゆっくり品書きに合わせて聞いていこうかと思うんですが、はい、やっぱり今日吉さんがプロ雀士としてだけでなく実況としても人気があるということでまず最初のお品書き日吉さんってプロ雀士プロ実況というところでですね、まあ、実況を始めたきっかけは何だったのか本当に全部タイミングなんですけど上京してきてすぐに連盟にスタジオができたんですよね自団体で放送していくという中でそういう実況者が必要だっていうことになって当時はとにかく僕も参考にさせてもらうんですけど勝俣健二さんがすごかったんですよ実況者として、はい、ただ、まあ、僕らも何人も行ってそういう実況者がでも なかなかみんな難しいななんて言ってて古橋と僕仲いいんですよねあの地元が同じ静岡で一番最初に声かけもらったのは古橋であの人が今事務局でプロデューサーみたいなことやってるんで人集める仕事やってるんですけど古橋が日吉さんちょっとやってみないってなって初めて呼んでもらって行ったんですよねでもね全然ダメでしたね今古橋さんは何かを見てたもんだそれともいや多分適当って言い、まあ、適当ってか何て言うの付き合いは長いんでよく喋る男だっていうのと例えば静岡支部の運営とかの司会進行とかもすごくやりましたしそういう人前で喋るのとか僕苦にならないんですよ、うん元々の性格だと思うんですけど仲間からその結婚式の二次会の司会とか毎回やらされたりとか実況以前に司会進行はまずできるだろうと多分そういう風にフラッシュは思ったんでしょうね、うん、ちょっと予選やってみないってなってやってやっぱ最初も全然話にならなくてそれはでも自分の評価でしょいやもう周りの評価もそうですし自分で見てもひどいなと思いましたねよく分かってなかったんでしょうね、多分。いやでもそんなことないでしょいやもうね、自分でも覚えてる初めて連盟の実況やったのね友武さんとやったの公式な実況ねあーひどくてでね、瀬戸熊さんとある時やった時に瀬戸熊さんの奥さんがなんか僕のことちょっといいんじゃないあの子ってなったらしくて瀬戸熊さんもやりやすかったみたいになってすごく推してくれて仕事を少しずつもらうようになって実況の仕事が増えたってのが一つきっかけあとは勝俣さんがその後法王位取って、うん、法王位には実況させれねえだろうってなったんですよ、うん、そしたらそこに連盟のエース実況の差がなくなったんですよ、うんうん、そしたらなんか僕がそのまま失礼しますみたいな枠が空いたんだいや本当にタイミングなんですよ勝俣さんが法王位取らなかったら、うん
多分まだ実況やってたかもしれないですよね。なるほどね、うん、確かに勝俣さん、まあ、僕ね実況ってイメージよりは解説なんですけど、いや解説今あれは結局実況やんなくなったから解説やってるんですよね。そっかそっか、確かに全然実況もできるっちゃできますよね。そうで実況の能力と解説能力もすごくて、好意取った人には実況させられないから解説者でいこうつって、みんな解説者のイメージがすごい強いじゃないですか。僕はやっぱり実況者勝俣健二の能力が相当あると思ってるんで、いろいろ勉強させてもらいましたね。あの直接言ってもらいましたし、ヒヨさんこういうのダメとか、僕これ年下ですけど、ヒヨシさんはその実況される前は解説とかは結構やってたんですか？やってないです。でも本当に実況からむしろ入ったんですか？そうですね、はい、あ、やっぱ解説をやってからの実況だとやっぱ違うんですか？どうなの？分かんないです、もう解説したことないんで。なんか結構僕が聞く話ですけど、プロ雀士の方の話すると麻雀の話なんで、解説の方はある程度できるけど実況ができないっていう方意外に多いなっていう印象が結構あって、黒木さんなんかそういうね、そうだね、喋、うん、り続けなきゃいけないですからね。実況やってるでしょ？やってますね、うん、でも本当タイミングは日吉さんと一緒だったんですけど、うん、ちなみに実況と解説の大きな差って多分視聴者たち分かんないと思うんで説明してもらってもいいですか？確かにそうですね。僕のイメージですけど、僕本当にあのこれ答えたいんですけど、僕はプロ実況ではないんで分かんないんですよ。まずそもそも実況の カテゴライズっていうんですか、うん、よく分かってないんですけど、実況者は今起こっていることを伝える仕事、解説者はその起こした要因というか原因というか、その内容を説明する仕事っていうような大きい枠で言うと、僕はそういうイメージで捉えてはいます、うん、はい、やっぱり全てにおいて最初に話し出し、はい、最初話し出すのは実況の仕事っていう、ね、あ、そうですね、はいはい、やっぱ勇気いりますよね、その全てを喋って説明していかなきゃいけないっていうのは、うん、なかなか踏み出せるところじゃないかなとは思いますね。そうですね、はい、間違ったらどうしようっていうのもありますね、うん、まあ間違いまくってましたけどねだから連盟の人が我慢して僕を使ってくれたと思うんですよね、うん、あ、失敗するな、間違えるな、噛むなっていうのをよく我慢して使ってくれたから経験が少しずつ増えてって、うん、なんだろうね、今となればその M リーグやらせてもらったり最強戦やらせてもらったりっていうのは、その連盟の人が我慢してくれて使い続けてくれた結果なんですよね。だから僕はプロ実況者じゃなくてプロ雀士であるからこそ実況やってるんで、プロ雀士の方には申し訳ないですけど、僕はプロ雀士ですいや、もちろんそうね、はい、僕はプロ連盟の人間だから、うん、今実況というものができるわけですよ。プロ連盟の人間じゃなくて実況さえできないんで、うん、僕は末端を担ってるぐらいの人間ですけど、プロ雀士としてのプライドと誇りを持って実況やってるっていう感じです、うん、はい、例えば麻雀対局じゃない実況やってくれみたいな、まあ、その遊戯王、麻雀遊戯とか別ですよ、はい、まあ、あれは麻雀っちゃ麻雀だけどね、言われますね、うん、あの日吉さんの麻雀以外の実況見てみたいって、例えばその絶対無理です。例えばそのゲーム性のあるもの、うんうんうん、でお願いしますって言ったら断ります、うん、無理ですね、あの僕は自信ないというか、うん、やっぱり麻雀実況やってみて、分かんない、僕が自己分析すると何が受けてるかっていうと、僕は麻雀ちょっと知ってるから多分受けてるんですよ。麻雀やってる人の気持ちが分かるから、そ、僕そこだ、気持ちになって実況してますよね。そうです、うん、次なんだなんだみたいな役満テンパイするじゃないですか、うん、あの麻雀実況する人って役満テンパイって結構冷静なんですよね。ああ、うん、確かにそう、プロじゃない人がってことで本当の実況の人、いや麻雀プロもそうだね。そう、うん、例えばなんか連盟チャンネルでスワンコテンパイした時に、あ、スワンコテンパイしました、リャンソーとパーピンのシャンポン待ちです、残り2枚ですねっていう、こういう感じなの、うん、俺画面で見ててそれ以上に興奮してるからねテンパったマジかこれあるかみたいな、なんかこうなっちゃってるのだからなんでこんなに冷静に実況できてんのかなって、そこがすごいいつも疑問だったの。もっと俺だったら感情移入しちゃうなみたいな。いやでも分かります、うん、でも実際やっぱ M リーグとか特にそうですけど、はい、エンタメ性を持った、まあ、リーグ戦じゃないですか、うん、まあ、そういうところでプロ雀士さんこうやってきた今までの実況解説がダメってわけじゃないんですけど、うん、それ淡々とした感じだと初心者結構きついなっていうのはありますよね、見てて。やっぱスポーツ的な盛り上げ方ではないなと思うので、あ、なるほど、そういう意味では日吉さんの実況を最初聞いた時に、あ、やっとこういう実況の方出てきたかって思ったんです。それはねすごくね、ありがとうございますもうね、今でもたくさんいらっしゃるんですけど、まあそれでいいんですけど、いいっていうかその受け、あの、なんとかちょっと改善したいんですけど、聞いてられないって人いますもん、うるさくて聞いてられないって、めちゃくちゃ傷つけられて、でもね時々こういう人が増えてきたんです。あなたの実況本当にね最初ねびっくりして聞いてられなかったんだけど、今はねすごく楽しいって言うんですよ。
それが大げさじゃなくてね、ちょっと涙出そうになるんですよ。あ、やっぱね、嫌な人っていたんだな。でもちょっとずつでも、まあ、それも多分今はそのアルバさんが我慢して僕を使ってくれたから、その人もそうなったっていうところあると思うんで文化的に静かな実況解説がやっぱこう主流だったと思うんですね、はい、でもなんかそのサッカーとか野球で見れば、そういうこうガヤガヤした実況解説っていくらでもいるじゃないですか、うん、だからその聞き慣れるとは早いな、早く来るなと思ってたんですね、うんうんうん、はい、そういう意味ではなんか早く石井さんのような実況がこう来ていただいて、まあ、麻雀っていうのも、まあ、静かに見てるだけじゃない、そういうことはここのお店でパブリックビューイングとかもやったことあるんですけど、はいはい、やっぱもう、まあ、誰かがリーチしたら、つもれつもれとかやってるんですよね、やっぱそういう楽しみ方にちょっと変わってきてるので、うん、やっぱ実況もそういう盛り上げ方があってしかるべきかなと思っていたので、まあ、全然僕はすごい好きなんですね。まあ、賛否のあるのは分かります。なんか僕もそのサッカーでいうと、あの松木さんって、はいはいはい、もう自分のファンみたいに言うこれ最初ダメだったんですよ。はいはいはい、ファン騒いじゃって、反則だろって。でも最近いいんですよ。それでいいんだなと思って、うん、そういう人もいていいんだなっていうか、うんうん、俺は結構逆に好きになったんですよ、うん、それだけ好きっていうか、はい、日本代表応援してるみたいな、うんうんうん、そうそうそう、で日吉さんもそうじゃないですか、ひいきはしてないけど、うんうん、だからその高いでテンパってしたら上がりが見たいみたいな、上がりが見たい、そう、うん、でも振り込んでも欲しくない、はい、なんかその全員の思いをもうやってるじゃないですか、うん、だから応援してる人がいたら楽ですよね、うん、日本対 X ってなれば日本の人は日本を応援するじゃないですか、だからあれはやりやすいんですよ、でやられた時はチキショーってなればいいし、やった取った時やったってなればいいんで、でも僕一回結構怒られたのが、僕ね負けてるチームすぐ応援したんですよ、感情が入りやすい、感情がね分かりやすいじゃないですか、あの構図として、そうですね、だからここでこのチームが一踏ん張りしたらさらに M リーグ盛り上がるぞと思って、そのチーム B のそれドリブンズだったんですよ、今年のドリブンズがちょっと序中盤きつくなってきた時にめちゃくちゃ応援実況しちゃったらちょっと怒られて、ヒロさん公式実況っていう立場なんで一チーム応援しないでください、それはそうだなって思いながら反省しちゃったんですけど、でもやっぱ根底ではそれあるんですよね、で応援するチームが分かりやすいのはいいけど全部平等に見なきゃいけない、じゃあ今さっき言った星野さんが言った通り、今この手をテンパイしてる人のこの人を応援したいってなったんですよね、その方がなんか分かりやすいし自分も感情移入しやすいから、振り込んだチームがいたらねそれは申し訳ないけど、結構印象残ってるのは村上さんがなんか打っちゃった時にグッバイ村上さんって言ってましたね、で言ったね、あれ何にも用意もしてなくてパーンと出ちゃった言葉だったんですけど、面白いって言ってくれた人もいたし、逆にドリブンズのファンの方からはあれは失礼でしょっていうお叱りも受けたし、まあ難しい、別に村上さん僕すごくお世話になっててめちゃくちゃ好きなんで、むしろ応援しちゃってる方なんですけど、その瞬間的に出た言葉が臨場感でもあるけどファンのこと考えたらいろいろ難しいなみたいな側面はありますね、はい、まあでもその昔だったらダメだったかもしれないですね、気分大前ってわけじゃないんだけど、はい、今はね、いろんな実況があるから、YouTube もそうじゃないですか、絶叫系だったりとか、はい、まあ絶叫系に近いかもしれない、まあもうそれしかないですから、ね、若干近いですけど、はいはい、なんかやっぱり興奮してる、特にライブ向きですよね、いやそうですね、ゲストはライブ向きだなと思って、生向き、まあまあ、大体そういうの生のが多いんだけど、笑わせられちゃう実況ってひよさんだけだなって思っちゃうんですね、特にリーチかかった後のあたかも集まったのかみたいな、はい、いや違ったみたいなっていう、僕あの時自分がリーチかけてる人だと思い込んでますからね、はい、もうそこに自分落とし込んでつもれつもれってなるじゃないですか、もうひょっとしたら分かんないですけど、こうドライにねマージョン打つ人もいるかもしれない、僕は結構こう多分ここで一本引かせてくれっていう気持ちでリーチ打つ時あるんで、特にじゃあこれは積もったらね逆転って時そう力入るでしょ、はいはいはい、だって日本オープンの決勝で3色積もった時そうだったでしょ、そうですね、そうだからそういう気持ちに僕なりたいんですよ、では僕はアンプレイヤーとしてなれなかったんで今実況という仮想日吉 M リーガーみたいな、あ、ね、だから嘘はないっすよ、あ嘘はないっす、嘘はないっす、日吉さんが絶叫してるの嘘、なんか別に盛り上げようと思ってんじゃなくて多分興奮してるんですよね、うん、本当にそれこそ実況者としては今年最強戦の実況も日吉さんされたじゃないですか、はいはい、それ決めたのは星野さんですね、そうそう、なんで、星野さん的にはどういう観点で、日吉さんがいいなと思ったんですか、これね、だからその、個人的にはもう日吉さんでやろうと思っ
ったんですけど、でもなんかほら、いろんなスタッフとかを、まあ、説得までじゃないんですよ、別に。まあ、別に僕がもうこうしましょうって言ったらそうなるんですけど、ただまあ、やっぱリサーチはしたいなと思って、で、まあ、お会いしたり、他の人とかに、その解説よくするような人にいろいろ聞いて回って、あ、そうなんだ、いろんな意見あったんですよ。それはもちろん、個人名は言いませんけど、あ、そうなんだ、こういう考えで解説の人もいるじゃないですか。小林美沙さんだったり、松島桃ちゃんだったり、いろんな実況の人がいて、あ、こういうふうに思ってるんだ、解説の人は、って思ったんだけど、最終的に決めたのは、あの漫画家の堀川丈二先生に聞いたんですよ、ふと。ヒロシさん、なんか面白いですよね、とか言って。って時に、あの僕なんか昔 F1 見てて、当時その古舘伊知郎さんが F1 初めてなった時にめちゃくちゃ叩かれたらしいんですよ、なんだあいつはっつって、あの実況はっつって、もう僕ね、それに日吉さんがすごく似てるって僕は古舘さん その初めて聞いた時にもうほんと虜になっちゃってみたいな、古舘さんが実況の時はすごい楽しみにしてたんです、日吉君にはそれを感じるって言った瞬間によしと思ったんですよ。なるほど、すげえ。もう翌日には黒木さんに連絡して、日吉さんでお願いしますって感じしました。森川先生の一言かな、一番あの後押しして、後押しっていうか、まあ、決めてましたけど、ほぼほぼ森川さんってはね、さすがに我々の青春の半分ぐらいをさ、ね、になった漫画が、だからこの間ね、実況してて本当不思議な気分になったのね。あのさすがにサインはちょっと頼めなかったんですけども、本当不思議で不思議でしょうがなくて、みんなね高校時代その初めの一歩読んでたから、そういう人がいろんなものを見てきた中で、多分いろんな賛否両論も自分もあったし、その中でのなんかあるじゃないですか、絶対何か批判があったものって絶対引っかかると思うんですよね。そこにパワーというか、何かやっぱ引っかかるから批判するんでしょうね。だから何の癖もなかったらそう感じないっていうか、だからある意味これからも賛否も必要なんだろうなっていう、あんまりその P の意見を取り入れてなんか丸くなるよりは、今の日吉さんを磨いていけばいいんじゃないのかなって。僕いろんな方に言われるのが、日吉の実況は好きか嫌いかのもうどっちかだって言うんですよ。だからなんとなくいいとかもういない、そういう層はいないんだと思う、この実況は。すごく好きかすごく嫌いかっていう人しかいないから、別に嫌い賛否の P は気にしなくていいから、今お前を使ってくれてるとこがあるんだから、それはそこに感謝して賛の方をしっかり伸ばしなさいっていう風に、萩原さんとかそういう感じ言ってくれますね。あのめちゃくちゃ怒られるんですよ。なんだよそれみたいなの、すごい怒られますけどでもやっぱね、確信ついてるんですよ、言ってることは正しいんで、で毎回毎回直せない僕が悪いんですけど、でも賛否の P はあっていいから、賛だけしっかり伸ばしなさい、お前のそういうところ舐めてるからそこはやめなさい、舐めてる、めちゃくちゃ怒るからほんともうピシピシってなる、これ見ないこと祈るけど、俺はすっげえ怒られるからね。それで言うと、あのそのお題の感じなんですけど、まあ、先ほどプロ雀士ですっておっしゃいましたけど、はいはい、プロ実況の方でシフトしていくというか、まあ、比重を多くしていって例えばその、まあ、自分のビジョンってキャリアプランというか、はい、的には例えばどういうどっちの方がいいのかなってあるんですか。まあ、僕がこれ先プロ雀士として食べていけるかって言ったら、これは相当難しいと思うんですよね。じゃあプロ実況者というものを名乗っていいかって言ったら、やっぱりそれも違くて、やっぱりプロ雀士というところにしっかりと身を置いた上でいただける仕事をしっかりやっていこうと。だから多分なんか時々こうなんかそういう事務所入った方がいいんじゃないのみたいなことも言われたりするんですけど、僕は本当にやっぱり麻雀実況以外きっとできないので、今いただいてるその M リーグの仕事と最強戦の仕事と、そしてずっとあのあるその連盟の実況の仕事っていうのをしっかりやっていきたいし、やっていこうと思う次第というか、多分実況者の方みんな思ってるんですけど、実況って結構時間かかるんですよね。1個実況1本こなすのに結構下準備とかが必要なので、これ以上仕事を増やして適当な実況やって視聴者の方が満足しないのはもちろん嫌だし、自分的にも満足できない仕事はちょっと嫌なんですよね。なんかやべ、これぐらいの準備しかしてないけど大丈夫かなって思う不安とかは嫌なんで、そのあたりはしっかり避ける時間を麻雀に割いてこれから実況していきたいなっていう感じですかね、はい、いきなり真面目なパートになるんですね。そうですね、ヤマト君がもう口挟めないぐらい真面目なパートになる。おっしゃる通りです。おっしゃる通り、俺そう思うんだな。そうですね、お話をでも聞いてると、ある種で日吉さんもその実況においては多分不器用だってことですよね。実況はできないですからね、やっぱりまず純粋に魂で麻雀のことをみんなに伝えるっていうことをやるっていうことですから、そういった意味では大和さんと日吉さんはやっぱ根底は似てるんだなと思います。
に不器用なエピペアを思い出した。そうかもしれないよね、うん、だから気が合うのかもしれないし、ね、不器用同士で魂でぶつかる2人っていう ね、だからこそやっぱりみんながね愛せるキャラクターなんだと思いますね。うまいことまとまりました、ね、はい、イーピン君はまとまりました今、うん、最後にこれを言ったことでまとまればいいと思ってましたでも本当にそう思います、はい、ということでもっとどん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 とお話を聞いていきたいんですが、はい、まず第一問はここら辺にいたし、はい、いたしましょう、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ドラフトとか見てて思うとこない、はい、やっぱ選ばれてない人と選ばれてる人の差っていうのはね、うん、僕、うん、あのワンチャン大和あるよねいや、なんかその大和チャレンジが500万再生ぐらいしたらワンチャンなんだよ。いや、そうですね、そう考えたらね、ちょっと500万再生に向けて大和チャレンジの再生数増やしたいところですね、うんうん、500万再生どう、うん、いきたいですね希望だけ言ってほしい。500万再生するためにどうすんだってことよじゃあ今日からこの番組は麻雀遊戯バーじゃなくて遊戯バーにしましょうそうすると、いよいよもってこれ何してるチャンネルってなるんですよ。ここから麻雀、ただでさえ麻雀やんないのに。